入りました。見ていきましょう。まずはブラハさんの方から、ブラハさんこんな風になっております。そして、はい、患者さんの方はこんな風になっております。はい、ココットの心、ポッケの心、ユクの心ということで、ありがとうございます。そして僕の方はこんな風になっております。そしてクエストの方では、はい、どうもラギアちゃんにやっていたいと思います。というわけで皆さん、よろしくお願いします。もうあぶねえ、患者さんを置いていくとこだったぞ。待って、患者さんのハンマーグーやんって、まさかあのグーパンのことですか。今日もプロジェクターって直せろってうるさいんですが、流していいです、 OK ですよ、問題ありません。OK です、 OK です、ありがとうございます。煮こもった、で今回はイネシの飛躍まだ使えるんでね、問題ありません。イネシの飛躍使えるときはね、あの僕肉をね飛躍で代用してるんですよ。あのケルビの角ね、だいたいまだ600くらいあのストックありますんで、そのせいでね、あのポイントがね一切ないんですけど。ブラハさんのキャラが白セーターの女子大生みたいで可愛いな。いや、そう考えてくるとすごい燃えますね。さあ、僕のはいつも通りの、赤が僕のハンマー、そしてブラハさんが、青の、ライトボガン、そして患者さんが、こちら黄色 の, あのそしてハンマーとなっております。さあ、こいつもまた頭を取るのがゲロめんどくさいっていう。ゲロめんどくさいって、ちょ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 、ダーンってなってからの落ちてきてる頭にここドーン、オッケー、よし、なんとか当てることに成功いたしました。さあ、まずは患者さんの方にビームを入っていきますが、こいつ実はねあんまり行ったことないんで、なあなあなあ、こいつねハンターランク上げるときに総合で3回くらいしか行ったことがないので、ご了承ください。危ないよ。さあ、どういう動きをしてくるのか、ちょっとドキドキワクワク。さあ、これみんなと、そうですね、ハンターランク上げるときはめちゃくちゃゴリ押しで倒してしまったので、ほぼ申しを見れなかった状態でございます。さあ、とりあえずスタンプどんどん入れていきましょう。やる、いつも思いの鉄板に、ね。そうだね、ほぼ初見だね。あー、やばい、なんかしてくる、なんかしてくる、ウェーイ。JK におんぶダットでなんとかなっておりますが、おっとパンダギリギリのところを外れしてしまいます。ハンマースキルが試されるな、やばいやばいやばい、こいつもハンマー取れないよ。さあ、2回目来るよ。さあ、超爆発が入ってきますが、3回目やはり目の前から爆発が入りました。さあ、止まってる状態から、お、これはいいとこに、あ、頭あんじゃ、あー、ずれた。ずれました。よいしょ、2回目爆発はどっちの方に行きました、あっちの方ですね。さあ、ここでぐる、ぐるるぱー。頭を狙っていたら実は尻尾でしたという、そういうオチになっております。さあ、目の前から突進が続く中、ブラハさんの方にガベンチョ2回、そしてまさかのグーパーを持った、はい、そして患者さんの方、おーっと、これは超伝来伝、なんだろうこれ、大光柱的な何かかが、うん、いけー、どうっせー、これうぜー。なんだ今のい。ちょっと待って、ラギアさん待って、ラギアさん待って、ラギアさん待って、お願いさん、ほんま、オーケー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 、そこだそこだ、ダーン、ちくちょー、頭に当たらない。さあ、目の前からもう一回入っていきます。まこつパンダさん、ハンターランクの記録、続いてるかな、まだなんとか更新状態でございますね。さあ、ここでうちのフィッシュに張り付いたトカゲにそっくり、やめろ。確かにそっくりだけど、やめろ。うちのスキル禁止始まったって言うと、ついでに PC のプロジェクターの出力が始まった、ありがとうございます。さあ、ここで止まってる状態からパンダの方にスタンピング一発入れていきますが、もっと落ちてきた顎にダイレクトヒット、ガーリアさんがビクンとフレーで上がっていく。さあ、ここで2人おたたび、あ、なんとか頭を狙っていこうと思いますが、なかなか頭が降りてこないラギア先生。さあ、てか方向のなっけー、おめバインドが長すぎ、はい、ストライダー飛竜のウロボロス痛い、おい、また来たよこの超ライディング光柱。さあ、これは、あー、やばい、ヒットしようと思ったけどミスった。 OK、 なんとか横で、爆発する爆発する。さあ、爆発して落ちてきた頭にいただき、さあ、当たったように見えたかと、見えたけど当たったようには見えないかもしれない。どっちかよく分かりません。さあ、振り向きざまの一撃いきたいところですが、見ての通りこいつなかなか頭がどこにいるのか分かりづらい状態となっているモンスターです。さあ、スタンプを入れましたが、ハンドもまたミスってしまったかもしれません。さあ、2回目の爆発はどっちの方に行った、ここで線をつないでなんとか行け、そうですね、なんかラインを出していきます。さあ、バックステップした状態からのグルーンパー、再びここで入ってきたけど、やばい、でででででで2回目来る、2回目来る、2回目来る、起きづらくなる、あぶねえ、やばいやばいやばい、しろしろしろ、あかん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 、あー怖い、あー怖いよこいつ、リーダーもう半歩
内側でないと当てないのよ。もう半歩内側ですね。了解です、ありがとうございます。さあまず第1ラウンド、なんだかんだ言ってなんとか切り抜けることに成功いたしました。ほとんど攻撃の方はできてないかと思われますが、ここでなんか患者さんが渡そうとしているのか、違います、何かが、そうですね、サインが入りましたが確認できませんでした。おっとここで再びサインが入りました、いただきましょう。あっとここで愛をいただきました、ありがとうございます。 2G からのいつもの燃えないゴミでございます。ちなみにモンスターハンター P2G の時はゴミを約1万5000個いただきました、ありがとうございます。1ページ半というね、あの偉業を、ね、皆さんのおかげで達成することができまして、いや嬉しい限りでございます。さあバツンと一発もう一回振り回していきますが、もう半歩踏み込め、パンダ踏み込め、くっそ踏み込みが足りなかった、よいしょ。さあ目の前から入っていく中、再びここでホーコリンがついていきます。さあホーコリング上がった、アゴミ、あー上がりすぎお前。さあ振り回していくその雷、まだまだ見ていきましょう。ていうかこいつってもうさ、あのなんかポケモン的に例えるとどういうやつなんだろうね。このやつ来たが、おっと振り向き様にいいところに頭が来たぞ、ラッキーなのにはどんどん当たっていきます。 JK から燃えるゴミを燃えたいね。燃えそうですね、それは素晴らしく。さあ爆発が入ってきました、遠距離からこっちの方に戻りまして、患者さんの方に向き直して、パンダ後ろからとりあえずヤツの足を狙っていきます。さあ振り回していく尻尾、後ろの方にブラハさん、正面の方に患者さんです。そしてここでさらなるビームが測れていく、ラインをつないでいきましょう、はい、とここでサイドタックルが入りまして、パンダ猫の、そうですね、防御率に発動しまして、半分ぐらいになって、おっとここで患者さんの吹っ飛ばしに助けられるパンダでございます。さあ突進来るか、もう一回火炎が吐き出されていきました、爆発の方はかなり攻撃力高めなので避けていきたいとこ、隣隣、あ、ガラドス。ギャラドス、なるほど、ギャラドスに見えなくもない。だけどラギア早く進化してくださいラギアさん。跳ねる跳ねる跳ねる。滑り込みもいつまで覚えたんでしょうか。さあそんなこと言ってる間にギャラドスかっこラギアが結構大暴れ状態となっておりますが、ぐわーっといって、やばい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 。さあ置き攻めがなかっただけでも容赦といたしましょう。正面から突進が入ってくるのか、ガブリンチョ2回後ろギリギリ、ファンの方に向き直しましたと思ったら、ここはブラハさんの方に行きまして、再びクルルンパがついてきます。さあクルルンパが入りまして、ここで2回目のガブリンチョ、患者さんの方は HP40%、 パンダ振り込んだ状態ですが、正面から突進、カード回避間に合わず持っていかれてしまって、再び HP 半分、正面から突進くるか、ここでワウトワウトワウト、待っちゃうワウト、待っちゃう。あぶねー、なんとか助かりましたが、今のは死んでもおかしくない。はい。先ほどから飛びまくっております、やめろールドロス。ここぞと言わんばかりにツーカンドブリッドを入れてきます。さあここで飛躍のオンパレードでなんとか1秒取り留めておりますが、かなり厳しくなってきた、むしろラプラスラプラスプラス。どういうこと。さあここでどうなっていくのか、地味に効く、かなり厳しいです。さあスタンプ一発入れていきますが、ここでガブリンチョか何かのビームを出しつつ、後ろに攻撃をとりあえず一発入れていきたい、パンダさあひるんではいきましたが、頭に当たったようには見えません。勝利一発入るか、これはちょっとレンジ外。さあ再び踏み込んだところに患者さんともに左右を逃げてきました。さあ爆発が3回入りまして、止まっているところはガブリンチョ。さあパンダ HP の方はだから 8% ぐらいで止まっております。さあここで超大電光柱が入りますが、患者さんの HP が残り30、超雷電光柱かと思ったら、まさかの超爆発で見切りを間違って、パンダなんとか根性、今見たみんなポイ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 。4回ぐらいミスったんだけど、イメシエの飛躍4回ぐらいミスったんだけど、マジでこんなに調合しにくいもんなんですかパイセン。さあ第2ラウンド、なんとか3アウトせずに成功すること、いや生き残ることに成功いたしました。はい、コミさんかありがとうございます。皆さんが入ってくださるおかげでパンダは今日も元気に死にまくっております。さあさてさてさて、ここにて第3ラウンドを見ていきましょう。さあ第3ラウンド、頭の方をもう一回狙っていきたいパンダですが、こいつやばてぃやばいやばい、大丈夫、俺じゃない俺じゃない俺じゃない、イエーイ。さあ中にもう一回入っていきたいところですが、止まっている、今がチャンス。さあスタンプ入るか、だースタンプ入らねえ、振り上げだけでは少々ばかり火力が足りません。さあ戻りまして、向き直したのはブラハさん、正面突進からのガブリンチョ2回、さあこれはどうしよう、
ドスコイと一発、後ろの足に攻撃を入れていきますが、頭と弱点、そしてヤツの胸が弱点です。中に入りたいところ、こうそうでもしない限りヤツにダメージを与えることが叶わないかもしれないパンダ。さあ止まっている状態から爆発が来るか。2回目マシの方に入ってきた。さあドッカンドッカンと攻撃が続いてまいりますが、ここで振り向き、ここだって、嘘ですさあラインをつないでいって、パーッとサイドタックルはなんとかこれを避けていく。コミさんがありがとうございます。振り向き様にもう一回ホームランバッター入るか。入りません。さあ患者さんの方を向き直しまして、ここでいい爆発が入ってくるか。お手手が邪魔、おいしょ、どうす、誰が、うん、ほ、え、は、ん、ん、ん、ここでもう一回め、まぼれまそんなこと言ってる場合じゃないよ、危ねえさあ止まりましてからの正面当たる、入るか、だ入らねえよ。はさあ巻き込まれたパンダ、HP 再び 40%。 ブラハさんが2回狙っている。後ろの患者患者さんが足を狙っております。どこのキノコ縛りもやろうかな、にっこりやめてさあどうなってくるのか。方向が入って、この長いバインドに3人とも止まってしまう。ブラハさんの方向き直して、パンダの方の真下、これ、おっと危ない、ギリギリするせんだ、なんとかな、避けさせていただきました。さあここで向き直したのは患者さんの方、振り回していく尻尾のレンジ外、止まっている状態からパンダ前に入っていった。さあここでもう一回頭ではなく尻尾の方でもいいから、とりあえず攻撃手をかばしていきたいパンダでありますが、バックステップからもう一回、ここでぐるるんば入っていった。さあここで再びメリーゴーランドが続いていきます。さあっとメリーゴーランド余計ミス、余計ミス、メリーゴーランド余計ミスからのセカンドブリッドが来る。やばいやばいやばい大丈夫か大丈夫か、今だラギア異次元タック異次元タックル、お前も習得済みでしたか。さあ向き直してまして、回復薬をガブ飲み状態からの戦いとなっております。さあブラハさんが右正面に渡し、そして入り込もうとしているのが患者さんの方、弾爆発が入っておりまして、これを避けた後にもう一回中に入っていきたいところですが、再びここでメリーゴーランドを発動。さあこれはあれですね、あ俺知ってる、これあれだ、あのうわーい、さあ避けながらのショレウェイ延長ありがとうございます、延長ありがとうございます。その方延長させていきましょう。さあ画面端からの固定放題、相当めんどくさいことになっておりますが、私果たして私はここで、そうですね、大丈夫ですか、延長できましたか、 OK ですね、延長できました、 OK です。これあ確かね、早中コンでこんな技あったよね、うん、俺知ってる、早中コンでなんかこういう技あったの俺知ってるよいしょ、縦にホームランバッター早すぎた。さあこれだったら、今だったら次回はいけそうですね。さあ止まっている状態から移動しまして、こちら再び延長さん、ありがとうございます。ブラハさんの方に移動しまして、向き直したところに、おっといいチャンス入った、これは気持ちいい。さあ終わったところに上がってきた、顎にだー微妙に足りないんじゃボケなんか需要に残ってる。さあそこで振り回していくパンダで、おっといいところにスタンプが入っていく、ラッキーでございます。ラッキーでも当たれば OK。 さあ振り回していくその頭、ここかここか、あーずれた監督、今のはなしで、なしで。さあ避けながらもなんとか頭を狙っておうと頑張っておりますパンダ。そして振り回してからのメリーゴーランド、操縦コンタイムが入ります。さあ操縦コン避けをなんとか入ったパンダ、真下の状態から縦1と思ったら、ここで再び爆発が入りそうなのでパンダ避けていった。さあ止まっている状態から頭が降りてきて、昇竜拳だまさかの正面タックル、患者さん巻き込まれて、ここにて2アウト、大丈夫です。2アウトからがモンハン、2アウトからがモンハンでございますあらロホ俺監督、村で小飾り収集完了、マジですか、素晴らしい、よく生きてるな、マジで本当にそう思います俺も飛躍忘れてきつい、あーそれは相当きついです。患者さん、そうですね、 HP を増やす概念がありませんと、防御力100、あーったー開幕早々我々を殺そうと頑張っておるラギアクルス、その頭を三立ていただき、あーなんでもないです、なんでもないです、今のファールで、今のファールでお願いしますさあ終わりましてからのフォーコリンが続いてった、まあ、ラギアでここで盛り上がるってすげえこれが怖い。さあ正面からの爆発が続いてきますが、患者さんともともに避けている、後ろから踏み様、
ダンプ一発入れたかったんですが、これ当たらない。さあ近いところからまず一発で2発目の爆発が入ってきますが、これは十字方向にが入りません。はい、インペアルクロス的な感じでしょうか。いただき、なんだってなんでもないです。なんでもないです。さあ患者さんの HP がダイレクトでやばい。あーっと、ここで、はい、ラインをつないでからの攻撃、見事に見えてしまった。火力が相当高め、さすがラギアクルス、盾ではない。ドンマイです、ドンマイです、患者さんドンマイであります。いやー、いいですね。これこそモンハンという感じでございます。今来たまこつやってるね、ありがとうございます。やばい、相当熱い。そんなことないです、そんなことないです、患者さん、そんなことはありません。うちの放送ではこれが普通です。大丈夫です、全然ありません、問題ありません。みなさん、この二人に多大な拍手をお願いします。二人ともナイスファイト、ありがとうございました。うわーいや、はい、ありがとうございました。マトさん放送始まったな、マジですか、ありがとうございます。はい、いや、またの突お待ちしております、またの突お待ちしております。この緊張感こそ、いや、そうですね、本当に怖いこそが楽しい、そんな感じです。参加するだけですごいんやね、全くその通りですはい、ということで、はい、ブラハさん&患者さん、ありがとうございました。またの卒お待ちしております。はーい、こんな感じでまったりとモンハンやっております、ペッパンナと申します。よろしければコミュニティに入ってください。皆さんが入ってくださるおかげでパンダは今日も悲鳴を上げております。はい。